社団法人映画配給者は、かつて昭和の第二次世界大戦中に存在した映画配給を行う社団である。略称英配。1942年2月6日、映画産業の戦時統制により設立された。資本金は、小畜、東宝映画、大日本映画製作、日本映画社の4社から各10万円の出資、政府からの補助金10万円、合計50万円とした。 第2本映画制作は、同社の設立に先立ち、同年1月27日に、企業統合が行われて設立された映画制作会社である。出資理事代表には、元小畜京都撮影所長の白井慎太郎が就任した。同社の設立により、制作会社がそれぞれ配給業務を行うのではなく、制作会社の遺憾に関係なく、すべての作品の配給を同社が一貫して、 行うこととなった。同年3月20日、政府の正式認可が下りた。これに先立ち非営の業務部を同年2月末に吸収合併している。政府の認可申請時の当初の役員は以下の通り。社員は非営の古野伊之助、小畜の白井慎太郎、東方映画の大橋武を、大英の河合雄才であった。初年度予算は、 歳入上半期が3798,900円、同詞も半期が4643,100円、歳出上半期が438万6,000円、同詞も半期が405万6,000円であった。同年4月1日、業務を開始、全国約2,300の映画館を、紅系と白系の2系統に統一し、配給の全国一元化を実施した。 同社が最初に配給した映画は、紅れ画、緑の大地、白景画、父ありきで、いずれも4月1日に公開された。劇映画3社、ニュース映画1社の制作する作品を、紅白の2系統に流すため、制作本数は激減した。当社配給作品の冒頭には、うちてしやまむ、一億の誠で包目兵の家の文字が、数秒間表記されていた。 1945年6月、映画配給者と第日本映画協会を合同統合し、制作、配給、工業を一貫して統制する映画公社が設立されたが、同年8月15日の終戦を機に映画法は廃止され、本法人は解散した。この映画公社が、クレナイ系、白系システムで最後に配給した映画は、クレナイ系が、伊豆の娘たちで8月30日。 白景が1000日前付近で10月25日にそれぞれ公開された。日本の映画全体が同年は終戦までに29本、年内に合計43本しか公開されなかった。東方映画が制作し1942年12月3日に紅れで公開されたハワイマレー沖海戦のポスター。1942年当初の東京市内における くれない系風切り館の一覧である。1942年当初の東京市内における白系風切り館の一覧である。ありがとうございます。